はい、どうも覆面ぼっちです。やっほい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう寒さも身にしせめる、寒さも身にしみる、もう季節というか、まあ当たり前なんだけどね、冬だからね。僕もさ、手元をこう映すね場面が多いんですけど、プレゼントしていただいたこのハンドクリーム、本当にね重宝しております。もうね、見てこの潤い、もう画質が綺麗になったから見えてるよね、きっと。指紋認証できるもん。ごめんなさい。ぼっちーずの方々からプレゼントをいただいております。チャンネルを立ち上げた当初からね、はい、いろんな方たちにこうプレゼントをしていただく機会が本当に多くてですね、本当に感謝の気持ちでいっぱいでございまして、チャンネルを続けてこれたのも皆様のおかげだと思っております。本当にありがとうございます。そして今回はね、まあ、方たちとお伝えさせていただいたんですけれども、はい、もう複数名の方からありがとうございます。ちょっとね、すごいことになっておりまして、こんなにたくさんのプレゼントをいただいております。本当にありがとうございます。開封させていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございます、ね、本当はすぐにねこう動画でお届けしたいなというふうに思ってたんですけれども、すみません、自分のいろいろなねこう諸事情がありまして、期間が空いてしまった方々もいらっしゃるんですけれども、改めましてね本当にありがとうございます。覆面ぼっちへ銀次より。僕とね一緒にお仕事されている方の、息子さんからいただいたものになりまして、銀次くんというね、子からいただきました。ブリブリザイム鬼滅じゃないんだけどね。いやでもねすごいいいんですよ、もうね覆面ぼっちへ、まあ、そのお子さんはね、まあ僕をね、まあ、職場の人とは捉えずに、あくまでも YouTube の中の存在の人だと覆面ぼっちというなんか存在で認識してくれてるみたいで、なんかそこもすごい嬉しいなっていうふうに思ってるんですけれども、いや僕ねこれ見たことがないんですけど、くら寿司シートになるのかな、すごいかっこいいよね。柱の方たち勢ぞろい、デフォルメ感がねすごい可愛いんだよね。って知らなかったんですけど、鬼滅の刃コレクションコースターということで、まあ、紙媒体のものになっております。ナタゴモ山編の場面車くり抜くとコースターになって、あとねまた付属の紙媒体のスタンドがついてるので、立てかけてディスプレイすることなんかもできる。もう僕の中ではめちゃめちゃレアリティが高いなと思うんですけど、パワハラ会議、あのね加減の鬼たちもね登場してるんですけどね、まあ鬼グッズもすごい珍しいんですけど、グッズ単体として見た時にね、やっぱ加減の鬼たちが勢ぞろしてるのってあんまりねこうグッズでは見てないので、すっごいレアしかもこれ自分で選べるタイプなのかな、銀次くんはあえてこの鬼たちを選んだのかなとかねありがとう。これは一番最近出たくら寿司コラボの善逸かな、かわいいありがとう。これからまたねきっとくら寿司のコラボもあると思うからね、ぜひその時は一緒にいや会ったことがないからね、いやもしねなんかお会いできたらいいなって思ってます。ありがとうございます。まずはぼっちーずのあきさんから。さあ、うおすげえ原因や、お手紙も添えていただいてありがとうございます。ぼっちさんへご無沙汰すご無沙汰しております、ご無沙汰しております。だいぶ前のグッズですがお受け取りください。 YouTube アーカイブで拝見してます。あき、ありがとうございます。生っ粋の煉獄さん推しですからね、濃い貴重なお手紙ありがとうございます。あー、ゲンヤの缶バッジすーげーかっこいいんですけど、このタイプのやつってモノトーン調になってるんですけど、そこがまたね味があっていいですよね。歯の抜けたゲンヤいやーこれはね本当に貴重ですよ。色彩のバランスとかもこの色でとかね、こういう指定があったりとかね、こう細かく見ていくとすごいかっこいいんですよ。あ、みつりちゃんのコースターです、ありがとうございます。すげえ、戦闘モーションに入ってるみつりちゃんだったりとか、あららららら、これもう羨ましい限りなんだけどUFO テーブルザイニングコースターでもね、そういろんな種類がねあるみたいなんだけど、あえてねこれもねモノトーン調になってるっていうのもねいいよね。アニメなんだけどこう漫画を見てるから、うわすげえかわいい、ありがとうございます。 UFO テーブル北九州街遊びカフェ、お皿もなんか煉獄さんの羽織模様になってたりとか、うわーすごい貴重だ、ありがとうございます。いや今年こそはいろんなカフェに参戦できるようにしたいなと思っているんですけど、これは何ですか、めちゃめちゃすごいんですけど、キャンパスボードかな、うわーすごいね。いやミニサイズなんですけど、
クオリティというかね、やっぱりね、キャンバスの上にね、こう描かれているような、印刷されているような感じなので、この元々ね入っている網目の模様とキャラクターへのね、この入り方もう絶妙ですね。光に反射させることで、そこの原画タッチの部分がね、おのずとこう相殺されるような感じにも見えます。うわすっげーかっこいい。もうありがとうございます。かわいい、めちゃめちゃいいね。ね、これ直置きもこうやってやってできないんですけど、ないんですけど、立てかけるようなものをね使ってあげると、それこそ原画展みたいな雰囲気もね、お部屋で再現できるんじゃないかなと。もう何としても立たせたいんだけどダメだったな。サンシャインコラボのみつりちゃんですね。もうめちゃめちゃ可愛い。もうキュンキュンしてる。いや僕このイベントも本当に参戦できなかったんですけど、これつなぎ合わせるとね、一つのね円を描くような感じになるかなと思うんですけど、うわすげえ、これもコースターっぽいような素材でできてます。ポッチさん記念撮影撮りましょうみたいなさ、撮る撮るみたいな。ありがとうございます。アクリルキーホルダー、うわすげえ。原画なんですけど、アクリル製っていうこともあって、彩色の反映具合が薄めにできてるので、逆にこう線画機の部分っていうところがね、とても綺麗に、見える使用感になってるんじゃないかなと思います。そしあやっべえ、みつりちゃん、ちょっと待って、赤面してるよ。やべやべやべ、めちゃめちゃ可愛いんですけど、いやーすげえ、初めて見ます。ありがとうございます。アクキーなんですよね、これ、ね。光沢感の出し方っていうところもちゃんと指定してくれてる。うわーすげえ、アキさんありがとうございます。ボッチーズのサスケさんからもプレゼントをいただいております。本当にありがとうございます。すんごい大きなね、段ボールにいっぱい入ってる。うわすげえ、すごいすごいすごい、ちょっと待って、うわすげえ、ちょっと、うわーすげえ。わあすごい、フライヤーまで入ってくれてありがとうございます。画角に収まりきらないほど送ってくださいまして、ありがとうございます。すいません、じゃあひとつずつ見させていただきたいと思うんですけれども、わあすごい、サネミだ。 UFO キャッチャー得意なんです、多分きっと。ちょっと待ってフリューさんから出ているぬいぐるみ、こちらは鬼滅の刃マスコット猪之助、めちゃめちゃいいよね。ちゃんとゴムバンドもねついてますので、一緒にねつけていくこともできるんじゃないかなと思うんだけど、作りもねすごい細かいんだよね。天元かわいいね。これねちょっとね、名称ちょっと僕忘れちゃったんですけど、下膨れ感のあるお顔だったりとかね、足元もちょこんと、中にねこう綿みたいのもしっかり詰め込まれてて、すごいねあのコンパクトサイズなぬいぐるみとなっております。ありがとうございます。チョコノッコの原野だよね。眉毛のね短さとかもちゃんと再現されてるしね。そうチョコノッコシリーズはね、もうキャラクターたちどんどん増えてるから、今後の展開にも期待できるしね。もうほんと貴重なグッズをありがとうございます。よいしょ、おっと、うーわちょっと待って、美味しいのですがとても硬いので気をつけてください。硬いのえ、ちょっと待って、ちょっと、あ、煉獄さんの原作へ、あ、どうもこんにちは、すいません。うーわすげえ、ティザービジュアルの煉獄さん、お食べ小食べシリーズの鬼滅コラボのパッケージですよね。いや僕ねちょっと現物は初めて見させていただいたんですけれども、あれこれね使用感がめちゃめちゃいいんですよ。いやもうあ中身のねその美味しさもさることながらです、箱だからね、そう紙媒体なんですけど、色移りの仕方とかね、周りの縁取りのデザインとかめちゃめちゃ良くて、はあみつりちゃんやべえ、ティザービジュアル2つラインナップしてたの。これね、ちゃ、これ単体でね、これ飾れるんよ。ありがとうございます。これすごい。京都メーカー、八つ橋。チョコ八つ橋だって。え、ちょっといいですか？うん、すごい美味しい。やっぱりサスケさんが言ってた通り、UFO キャッチャー、あ、UFO キャッチャーじゃない。あ、それは別のお手紙でした。確かにね、硬い。本当にね、食感自体は、瓦？本当に瓦みたいな形してるんだもん。石のようなね、硬さがあります。噛んだ瞬間に石橋を叩いて渡るって言うじゃないですか。なんかそういう心情的なものにさせてくれる。だからゆっくり慎重に味わって食べようねっていう。シナモンの味？ふわーって広がっていって。だってチョコ八つ橋だから。あ、やっぱりねって八つ橋感がすごい出てる。八つ橋感。で、最後にそれをすべてコーティングしてくれるのが上にかかっているチョコレート。ニッキーのちょっと独特な味わいもあり、最後にはチョコがさらい流してくれる。さらい流すごめんなさい、食レポ本当にダメなんて。そしてみつりちゃんはいちご味なんだいちご味だって、ピーチかと思った。
ごめんなさい、気持ち悪いですよね。今年もね、変わらずそういうスタイルでこうやっていくっていうね、そのたらこのようなね、色合いになってますね。2つで一袋だったんだ。僕さっき煉獄さんのチョコレート2つ一気に食べちゃったからよく歯が折れずに食べれたなちょっと1枚だけでね、ちょっと食べてみて。皆さん十分注意してくださいね。それでも硬いねどちらかというとストロベリーの甘みの方が勝っている感じですね。とろけていく瓦ごめんなさい。キャラクターのイメージに沿ったそれぞれの味わいになってるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。これはすごいすごい。かいやー、みつりちゃんやべえ。ご飯もりもり食べてるみつりちゃん、ありがとうございます。もう本当にほのぼのするんだよね。ぼちさん動画撮影頑張ってねって頑張るけど、もうみつりちゃんと二人でさ、どっかに行って。おー、すげえ、煉獄さん。鬼の住む町その2、愛称の煉獄さんのミニ色紙。うわ、すげえ、もうアップエア僕本当に好きですからね。そう、すごいいい表情されてるからね。H 賞ラバーマスコット、義勇さん。いや、このね、3カラーだけでね、このタッチを表現できるラバストって本当にすごいんだよ。かっこいい。おー、煉獄さん赤々としたいい色合いになってますね。表情と合ってるよね。おー、行明さん、なんかこうガッチリ感が出てるよねすげーかっこいい。そうだから、カラーリングって結構大事なね、要素の一つだなと思うんですけれども、おー、善逸、めちゃめちゃ綺麗。イエローだけじゃなくてね、オレンジがね、蛍光オレンジのような色合いにもなってたりとかして、まあ、表情の作りの部分っていうところがはっきり見えますね。忍ぶの缶バッジ、これは何の時のやつだろう、初めて見る。いや、アップエです。あー、すげえ、くら寿司、銀次くん、ペアになったよありがとうございますね。ビニール素材になってるんだけど、発色はね、すごい綺麗に投影されてますので、ね、キャラクターの主張具合っていうところはしっかりできております。いや、やべえ、みつりちゃんめっちゃ可愛い。いやー、もうほんわかするわすげえ、 AGF のトレカ、かっこいいね。アップ笛で見ると本当にもうめちゃめちゃかっこいいね。うーわー、すげえ、100分の1の奇跡。これが被るのすごくないですか。めっちゃ気になる。いっぱい出てきて、巾着全10種。あー、僕はね、このグッズも、おー、すげー、忍ぶ、うわ、すげー。そう、この巾着もね、ちょっと揃えたいなと、見てみたいなっていう気持ちがすごいあったんですけれども、やっぱどれもそうなんだけど、色のね、この反映の仕方って、あ、かわいい。へんてこ顔のね、忍。いいよね、ちょっとニカってしてる感じ。いや、このね、巾着めちゃめちゃいいですよ。うおー、すげー、かなお。かわいい。ぼかしをね、うまく使いながら、白押しの部分がね、反映するようなね、こう、うまくしたデザイン性。これがたまらないんですよ。スキアセット、うわー、すげー、あー、ちょっと待って義勇さんと忍、今日できたことできなかったことね、いろいろありますけどいろいろありますけれどもね、立ち絵もね、ちゃんと英語サイズぐらいのね、中にしっかり反映してくれております。うーわー、何ですかこれは。死の書インナムコペーパースタンド、初めて見るんですけど、すごい可愛いんですけど、裏表でね、どちらでもあのリバーシブルみたいな形で楽しめるみたいなんですけれども、今回はね、このスミコですね絵柄が表になるような感じで組み立てさせていただきました。あー、めちゃめちゃ可愛い。なにこれスミコだ。ちょっとこうぼやかしのかかった、色合いになってたりとかね、もう描き方めちゃめちゃいい僕ね、メモスタンドってね、あんまりグッズでも本当に持ってなくて、いやー、ありがとうございます、すっごい可愛い炭治郎めちゃめちゃいい。ってことは他のキャラクターもいるっていうことなんだよね。おー、善逸、可愛い。あ、ワールドツアーのミニキャラアクリルチャームかな。やーべー、めちゃめちゃ可愛い。あー、グッディめっちゃ可愛い。もうありがとうございます。やーべー、めちゃめちゃ可愛い。カラーリングとかもね、少し天元カラーみたいなね、渋めな藍色のね、色合いをしてるっていう、なかなかこれもね、珍しいパターンかなと思うんですけれども、100分の1の奇跡。がー、上限集結、そして刀鍛冶の里へ。これって来場者特典の、これは何が入ってる？うわー、すげー、天元だ。うーわー、すげー、一コマ一コマ、動きが見えて、最後はミカ。すげえ、ありがとうございます。絆の奇跡、そして柱稽古へのフライヤーとともにですけれども、夢ぐりの旅、お土産です。
ああ、無一郎くん。フライヤーもね、ゲットするのもね、すごい大変だったかと思うんですけれども、そして僕は湯巡りの旅はね、近々行かせていただくんですけれども、うわ、すげえ。やっぱりね、こういう構成になるようなね、もともとの、やっぱり立ち絵のデザインだったのかなって今になって思うんですけれども、2月12日までとなってますのでね、ぜひぜひご参加いただけたらと思うんですけど、これは、あー、ポストカード。かわいい。みつりちゃんだ。湯巡りの旅。いやーすごいですね。書き下ろし、もうピンクピンクしております。ポッツさん、温泉まんじゅういっぱいあるからあっちで食べようみたいな。ありがとうみずりちゃん、食べ行こうかな。あ、これ白押しじゃなくて単色カラーでデザインの部分も描いてくれてるんですね。うわ、かわいい。もう本当に瞳が大きくてありがとうございます。おー、すげーかわいい。なんかこの柔らかい素材、うわ、ちょっと、行き先を示してくれてるんじゃないかなと思うんですけど、ごめんなさい、すごい。震えが止まらないですけど、あえてはだけてないデザインをすごい、僕はもうそれはもう、みつりちゃんはね、魅力が、そういうとこじゃなくても伝わるって思ってるから、あれ、しかもさ、てっちんさんいらっしゃいます。ここ僕の顔にしてくれないかな。やべ。先ほどのみつりちゃんはですね、カーテンにこう挟んで、垂れ幕のような感じで、ディスプレイさせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。そしてボッチーズ三人勘定であるナオさんからこんなにもたくさんのプレゼントを送ってくださいました。本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。卒面すまん、袖からこうなんかすごい感じがするんですが、シュパン、すごいシュパン。うーわ、ちょっと待って、どれから見ていいのか、もはやパニック状態なんですけれども。トゥーボッツさん、やっほい。ちょっと早いけどバレンタインのチョコ送るね。ありがとうございます。鬼滅のチョコ缶見つけられたので、かまぼこかっこ伊之助いるしと柱両方送ります。2タイプ。またチョコのレビューお願いします。食レポも忘れずにね。ゆうたにもあげてね。 from now 今回そう、もう最初にね、一回やってしまったんですけど、立て続けの食レポになって申し訳ないですけれども、ズバッシュン、これすごい。ちょっと待って、前回みたいなこう正方形のような形の大きめではなくて、筆箱のような長方形タイプのものになってます。しっかりキャラクターの立ち絵描かれてますし、カンカンということなので、まあカラーリングのね、出し方っていうのはなんかこう蛍光色のような感じで見ることができます。背面のデザインもとてもカラフルになってたりとか、イメージカラーがね、それぞれグラデーションがかっているような感じにも描かれてたり、豪華絢爛なパッケージとなっております、そしてこちらが柱バージョン、小回りで各キャラクターたちがアップ絵でね、こう描かれている。いや、僕こういう構成のね、絵柄すごい好きなので、柱の方たちはね、これでいいんじゃないかなと思いますし、やっぱりね、揃うことで一体感が生まれる、このデザイン性めちゃめちゃいいです。すっげーかっこいいんですけども、やばしだね。あー、かわいいね、すげえ。立ち絵のミニキャラたちのラッピングされたチョコレート、炭治郎からね、この行明さんまでに行くまでのね、この並びベストですめちゃめちゃいいね。もう一個のチョコが、うわ、すげえ。ちょっとこれどうしよう、包装紙どうやって保存したらいいんだろうちょっといただきます。すんごい甘いんですよ。いや、チョコだから当たり前なんだ当たり前なんだけど、渋い味、甘みがふんだんに出てますし、原材料にね、牛乳がね、使われてないんですけど、ないんですけど、ミルクのような甘みがしっかりこうやってコーティングしてくれてると、全体を包み込んでくれている感じがして、ミルクチョコレートじゃないんです、が母性に包まれたチョコ、チョコレートだと僕は思います。なんじゃこのレビュー。いや、今回のね、パッケージデザインめちゃめちゃいいと思います。やばい、もうみつりちゃん、甘露寺みつり
これはやばい展開になっている。夢ぐりの旅クリアファイル。あ、そうだ。あ、ちょっと待って、やべえ。すげえことになっている。解読させていただきたいと思います。トゥーボッチさん、ナンバーワン。ありがとうございます。いやー、もう本当に、ごめん、違った、ごめんなさい。僕勘違いだった。ボッチさんがもう一番なんだよっていう意味だと思って、ありがとうございますって言ってたんだけど、メモにね、書いてあったお手紙が4枚ありまして、これがね、1枚目。これが2枚目っていう、意味が、早とちでしたね。バカな男。本当に少なくてごめんなさい。いや、これからちょっととんでもないことが起きるんです。カードホルダーはヨシシとお揃いです。一緒。お揃いなんだ。ボチさんと同じくデブ症な私ですが、関東であるイベントは参加してきました。偉い。見習いたい。その時ゲットできたものです。よかったら受け取ってください。あともう少しで今年も終わり。そして今年が始まりました。ね、いい年にしましょうね。今年は会えて嬉しかったよ。あ、昨年のことですね。そう、オフ会をさせていただきましてね、いつも楽しい動画ありがとう。ロムナウ、ありがとうございます。ペーパークラフトタイプになったね、こうクリスマスを彩るようなものですけれども、いつもね、そう、ナオさんはね、クリスマス時期にこういったものを送ってくださいまして、とてもね、心遣いに感謝しております。こうやってアキさんのと合わせることで、このペーパークラフトの背景をもとにキャラクターをパーンと並べてあげると、いや、だから通常のディスプレイではこう味わえることができないクリスマス感をね、出せる演出ができるんじゃないかなと思います。本当にありがとうございます。こうしたりとかこうしたりとか、まあ 2way 仕様ができる。ありがとうございます。あ、おしりゅくにつけよう。ありがとうございます。と、これはやばい。こ、出た。サンシャイン。池崎さん、違う。うわ、すげえ。秋さんのと連結させることで、みつりちゃん尽くしになる。考えられてると思いますね。あえてね、全キャラ揃えなくても、みつりちゃんだけでこう、円をね、描くような感じでやっていくと、おそらくね、真ん中の中心部分も、一つのみつりちゃんコースターみたいな、できるんじゃないかなと思うんですが、ありがとうございます。かわいい。みつりちゃんのポップレ、かわいい。やーべえ。いやー、すっごいね、はっきり見えるね。カメラ持ってるし、もう撮って。いや、僕もね、みつりちゃん撮影してるんだけど。あ、ちょっと内股加減も軽減されてるんだ。すごい可愛いんですけども、ハートがいっぱい。もうこういうポップ層最近本当に好きだから、目線がちょっとこっち向いてくれてたらなとね。ここを見ようか。あ、でも全然目線合わないや。めっちゃ可愛い。めちゃめちゃ可愛い。ありがとうございます。なかなかゲットしようと思ってもゲットできないからね。もう本当にありがとうございます。クリアファイルだー。やっべー、やべー。夢ぐりの旅イメージカラーののれんとともに、みつりちゃんの全身像。いやー、すごい素敵だね。めちゃめちゃ可愛い。いや、これ本当にね、みつりちゃん尽くしの部屋にできる。お風呂前の壁にこうつけてあげたいですね。ボッチさん、あっちにお風呂あるよみたいなさ、行きましょうみたいな。ちょっとこれ困ったな、これ。めちゃめちゃ可愛いです。ありがとうございます。芸春令和6年、改めまして明けましておめでとうございます。いやー、すごいね、みつりちゃん。ねずこ煉獄さん、2024年もよろしくね。こちらこそよろしくお願いいたします。トゥーボッチさん、少ないけど今回は数珠活とチェン活したグッズを送らせていただきました。最近は呪術にも興味を持ってくれて嬉しい。あ、そうなんですよね。僕最近ね、呪術回戦にもね、がっつりハマってる。ハマってきておりまして。まあ、死はね、鬼滅なんですけれどもね、少しずつ、呪術回戦の方にも触れていきたいなっていうふうに思ってます。今年は新年早々大変なことが続き落ち込んでいたけど、僕もね、落ち込む日々でしたけれども、皆さんのおかげで立ち直ることができました。ありがとうございます。ボッチさんの動画を見てとても元気になりました。ありがとう。こちらこそありがとうございます。これからもたくさん笑わせてね。ロムダウン。ありがとうございます。僕も皆さんの言葉に、とても元気をいただいております。だー、すげー、呪術回戦。クリアファイル。あ、ミニキャラになってる。イタドリくん、めぐみくん、くぎさきさん、ななみん。あー、五条先生、パンダ、トゲくん、まきさん。やーべー、主要キャラたちがみんな揃ってる。すべてを知り尽くしてるわけじゃないので、ちょっとにわか的なところがあるので、本当に好きな方にはね、本当に申し訳ないんですけれども、ちなみに僕のね、呪術回戦の推しは、はい、トゲくんとマキさんでございます。二人とも好きなんですよね。チェンソーマン。極楽湯でのコラボじゃないかなと思うんですけど、アキくん。あー、小紅ちゃん、もうめちゃめちゃいいね。いや、書き下ろしすごいかっこいいね。デンジくん、パワちゃん、岸辺さん。すっげー。鬼滅と同じように輪郭線が太く描かれてて、
ね、中のキャラクターはすごい細かく描かれてます。いや、ありがとうございます。すげえかっこいい。そしてこちらはチェンソーマンコレクション。あ、うお、アキくん、やべえ。脱衣場のアキくん、いやこれ貴重だよ。だってオリジナルの、あ、やべえ、かっこいいオリジナルの書き下ろしだからね。いただいたカードホルダーに入れてみましたけど、めちゃめちゃ良くない？これすっごいかっこいいんですけど、縁取りの黒がまたさらにね、こう引き締まった感じがして、アキくんのかっこよさが際立ってます。コベニちゃん、デフォルメチックに描かれてる。ちょっとのぼせちゃってるのかないやでもね、ごめんよ、やっぱりね、あの夢ぐりの旅でやっぱ僕みつりちゃんとお風呂行く予定になってるんでね、コベニちゃん、まあね、また今度ね行きましょうそうだから僕のね、そう好きなものでこう埋め尽くしてくれる、そのお心遣いに感謝しております。呪術廻戦ロールアイスクリームファクトリー全8種。呪術廻戦こそ僕本当にね、イベントの概要とか全然知らないのであれなんですけど、あ、トゲくんだ、すげえかわいい。さっきのクリアファイルで描かれてたトゲくんのアクスタですね。ありがとうございます、すげえかわいい。シャケそう最近ね、いろいろ知ったのでね、ゴカカすげえかわいいんだよね。トレーディングネームバッジ、やっぱり呪術廻戦もそういうグッズがある。わー、マキさん、やべえ、めっちゃいい。最初ごめんなさい、裏の形から見てパンダかなと思ったらマキさんでした。いや、すごいかわいい、ありがとうございます。これも同じく先ほどのミニキャラがモチーフになったバッジになってるんですね。そう、マキさんはね、全然みつりちゃんとは真逆の感じなんですけど、勝ち気なところ、そう、もしかしたらね、ツンデレなのかなとか思って、なんかそういうところがちょっとね、いいなと思ってちょっと見ておりますお、同じ、バッジ、あ、これ 2way のバッジなんだ。あー、トゲくん、やべえ、いいね、トゲってかわいい。いや、デザインすごいいいね。ありがとうございます。いやー、素敵。呪術廻戦もチェンソーマンも鬼滅の刃も本当にありがとうございます。プレゼントを送ってくださいました、アキさん、サスケさん、ナオさん、本当にありがとうございます。もうすごいすごいし、もう見てよ、もう部屋がみつりちゃん尽くしになっている。本当にありがとうございます。本当にお心遣いに感謝しております。ありがとうございます。お気づきの方もおられるのではないかなと思うんですけれども、はい、服装がね変わっております。今回すごい本当にもうたくさんのねプレゼントを送ってくださいまして、ね、一つのねこう動画として盛大にこうお届けしたいなと思ってたんですけど、もう何せ本当にね、もう前編からもそうですけれども、大変貴重なグッズばかりでございまして、僕もねやっぱりこう燃えたぎるこの鬼滅愛が溢れてしまいまして、前編後編という形でね分けさせていただきたいと思っております。続いてのね後編動画もやばいです。涙なくしては語れないというか、点でダメな男でございますけれどもね、こういった形でこう応援してくださってる方たちもいるのだなと改めて実感した次第でございます。今回5名の方からたちからの形ってからのプレゼント開封でして、5名の方からっていうことなんで、ジャクソン5、もう時代がすごいな、ボジャクソン5とお呼びさせていただきたいなと思っております。僕これ常々言ってるんですけど、鬼滅へのこの愛の注ぎ方っていうのはね、一つだけじゃない、グッズだけじゃないよ、いろんな方向からね、一つの作品に向かってこう応援していく、追いかけていくっていうのがすごく素敵なことなんだよって言ってるんですけど、今回動画でねお届けさせていただく中で、自分っていうねこのえもうわけのわかんないこんなおじさんですけれども、同じようにねこういろんな形で応援してくださってる方たちがいるんだなっていうのをね本当に実感しました。皆さんの期待にやっぱ応えたい、そういう配信者でありたいと、もう決意がねこう固まったような感覚を覚えております。本当にありがとうございます。鬼滅グッズのねこう共有っていう形で後編動画も楽しみにしていただけると嬉しいなと思っております。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。僕大事なことを忘れてしまってました。銀次くんもねプレゼントを送ってくれたっていうことだから、みんな合わせて6人だったね。
おじさん算数苦手で。でも銀次くんもきっと勉強大変だと思うけどね、いっぱい体を動かして勉強してこんなおじさんにならないようにかっこいい青年になってくれることを願っております。すくすくと成長していってくださいね。ありがとうね。